こんにちは。こんにちは。今ですね、今年度からさいたま市の政令指定都市移行20周年記念ということで、うん、お子様が生まれた方に盆栽を今プレゼントしてます。プレゼント。はい。やっぱさいたま市の誇る文化として大宮の盆栽っていうのはありますので、そこで地域の文化に触れていただくきっかけとして盆栽のプレゼントっていうのを今年度やっております。うまい。出産された方も先着なんですけども、記念樹というような形でこの黒松と新柏ですね、はい、を好きな方を選んでいただいて一鉢プレゼントっていうのをやっております。この事業的には本当に盆栽に触れるきっかけが出るできる事業で、この盆栽村に訪れていただくいいきっかけというか、はい、こういう記念の贈呈のやつだと大体送ってもらうとかってのが多いと思うんですけど、これは引き換えに来てもらえるっていうことで、一度さいたま市の方に盆栽村に来ていただくきっかけになる、そういうような事業ですので、はい、いいことづくめの事業を今今年度やっております、はい、今も好評いただいて、今で大体200人ぐらいですかね、の引き換えをもうすでにしております、はい、でその時にですね、プレゼントする素材がこの2つになってるんですけど、まあ皆さん本当に初めての方が 99% というか、はい、ような事業なので、この木を持って帰っていただいた時後にどうしたらいいのっていうような動画も作りたいなと思ってたので、木を通じて木を見てる方にも、これを受け取った方にも両方に届くような、こういう木はどうやって作るのかっていう動画にしたいなと思います。はい、はい、まあ初心者が最初に買うような木ですよね。そうですね、新柏と黒松、はい、まあ、ちょうど先ほど撮影した動画があるんですが、はい、その時にですね、セリアで買ったハサミとラジオペンチ、はい、100円ショップでこういうツールは買えますよっていう動画を作ったばっかりですので、うん、それを今回は使ってなるべくお金がかからないけどもこう形にできるんだぞっていう動画にしたいなと思います。わかりました。ものすごく僕も右側が熱いんですよ。もうちょいこっち行った。もうちょいこっち。今35度。今35度ということで、うん、頑張りますけど。頑張りましょう、はい、35度はまだまだだね。40度から35度じゃないでしょ、でもこれは35度の暑さじゃない、はい、頑張ります、はい、皆さんのために、はい、頑張ります。はい、まずは、両方ですね、この木の特徴を見ていって、その後に、まあ、剪定と針金掛けですかね、はい、をしていきたいなと思います。先にじゃあ心拍を見ましょうか。はい、心拍これ挿し木って言ってですね、いらないところをパツッと切って、例えばこれで言うとこうやって切ったやつを刺しといて、そこから根っこができたクローンみたいなものですね。これでどれぐらいでしょうね、大体3、4年ぐらいかな、経ってる、もうちょい経ってる、もうちょい経ってるんじゃない、4、5年ぐらい経ってると思います。でこれは特徴としては細幹ということで、はい、ヒョロヒョロとしてますので、全体的に今枝が上に向いてますので、後々こういう枝を下げていくと、まあ、盆栽らしい姿になっていくのかなというふうに思います。はい、次黒松ですね。黒松は逆に挿し木じゃなくてね、未生って言って、まあ、松ぼくりなんかの種を植えておくと、こういうふうにひょろひょろっと芽を出してできた盆栽になります。で特徴としてはこれもひょろひょろとした木なんですけども、新柏と違うのは葉っぱがちょっと違いますね。トゲトゲとしたような根上がりって言って根っこも上がっているので、木姿は面白い木なのかなと。これも後々枝をぐっと下げてあげると松らしい姿になってくると思います。じゃあやっていきましょうか。はい、何を剪定ですかね。まず剪定、はい、剪定と針金掛けまでって感じですね。そうですね。で新柏ですね、はい、新柏の葉っぱっていうのはこう交互に出てくるんですけども、うん、その中でひょろひょろっとしたちょっと軸っていうか、葉っぱの元の方まで青いような細めのか弱い葉っぱっていうのを取ってあげる。逆に軸の方が茶色っぽい、こういうような枝を残しておいてあげると、こいつが力が出てきて力強い枝になります。初めてこの動画を見る方、はい、僕はこういう喋り方なので、そうですね、ちょっと、ね、慣れていただいてください。これでも編集で結構頑張ってます。よろしくお願いします。はい、でなんとなく左右交互に葉っぱが出るようにしてあげるといいかなと思います、はい、
これを全体的にやっていきましょう。はい、基本的に枝は二股で作ります。はい、ありがとうございます。で、二股で枝は左右交互がいい。左右交互に作ってあげると綺麗な木ができます。そうですね。で、これは剪定というか、まあ、ハスカシっていう作業ですかね。はい、これがこんもりこんもりしてくると中に日が当たらなかったり、空気が、まあ、風通しが悪くて中の方の枝が枯れていっちゃうんですね。そうすると間延びしてどんどんでかい木になっていっちゃうので、盆栽の考え方っていうのは基本的にちっちゃく作るっていうのが、うん、まあ、セオリーとしてあります。盆栽の始め方みたいな。そうですかね。それセリアのやつでやばかったね。大義名分ありますもんね、うん、急にあれやるよりね。ただ普段の視聴者の人はね、つまんないね、ちょっとレベル低すぎちゃうのかもしれないですね。優秀な視聴者さんがたくさんいますから。まあでも我々普及のために頑張ってます。だからここで止めずに、動画を止めずに最後まで見て普及のお手伝いの皆さんもね、はい、よろしくお願いします。はい、応援していただいている方であれば伝わると思いますけど。これ、ね、目詰めもしてるんですか。目詰めっていうのはこうなんとなく輪郭がありますよね。扇形のような輪郭があると思いますけども、はい、ここから逸脱した目、例えばこういうところですね。こういうところをつまんであげるんです。その時は手の方がいいかもしれない、はい、手でつまんであげるとこうやって抜けます。そうするとこの輪郭があって、この周りの木たちに栄養が行くようになります。そうすることによってこんもりこんもり全体的に、葉っぱの量が増えてきます。はい、逆にこれを残しておくとこの先にどんどん伸びていくんです。植物の生物学上なんで、こういう成長点っていうのを取ってあげないといけないわけですっていう作業が目摘みになります。はい、ただこの枝を伸ばしたいとか、そうですね、木を大きくしたいっていう人は目摘みをしない方が枝が伸ばせる。そう、太くなりますね。それはもうご自身でこの大きさにとどめたいなら目摘みをしてって感じですかね。はい、一応こういうような形でできました。はい、先ほどと比べてちょっと透けたのかなと、さっぱり思います。こうしてあげることによって中の方まで光が当たるようになって、でだんだん木が元気になってきます。はい、そしたらですね、まず木には正面っていうのがあります。はい、皆さんで言うと顔の方ですね。で、裏とはいいのがあるんですけど、この木の場合は私ここに正面します。はい、木の動きがよく見えるっていうのと、立ち上がりのところから少し奥側にへこんでますね。あんまり威張ってる木じゃなくて、まあ、こんにちはってそういうお辞儀をしてるような木の方が盆栽はいいというふうに言われてます。はい、横から見た時にちょっと前傾ということですね。こういうことですね、はいはい、で後々ですね、この木の場合は真柏っていう木ですので、シャリっていうのをつけてあげたいんです。うん、ここに彫刻刀で削っていくと、ここの一部が白骨化してきて、生きている層と枯れている層の2つに分かれます。はい、これが真柏の削ったところと生きているところの差がよく分かる木ですね。はい、これがシャリって言います。うん、でこのちょっと枯れてる枝のようなところをジンっていうふうに言います。こっちの方が分かる。ジンとシャリっていうふうに言います。はい、はい、これが真柏の醍醐味というか、になりますので、まあ、後々ですね、この木がもう少し太った段階でシャリっていうのを入れてあげると、より真柏らしい姿になってきますので、はい、ぜひそういうのもやってみてください。はい、じゃあ次針金かけていきたいと思います。はい、まあ、難しいことを考えずにですね、枝を全体的に下げていきましょう。そうすると盆栽らしい姿になっていきますので、今回は枝を下げるっていうことを重視したいと思います。はい、太いのをかけないでやります。はい、3つですね、今針金やります。これもセリアで買ったものです。はい、アルミ線ですね。はい、で針金って言って本当のスチールの針金じゃなくて、アルミ線が最初はいいと思いますので、アルミって書いた針金を選んでください。はい、でちなみに太さで言うとこれは1ミリってやつですね。1ミリ。はい、でこれが 1.5ミリ。はい、これが2ミリです。だいたいこの3つあれば最初のうちこういう木だったら大丈夫かと思います。でこの元から曲げる際はこの2ミリを使っていく、1本か2本ぐらいですかけてあげるといいかなと思います。で今回は枝だけ下げていきたいと思うので、1.5、
もしくは1ミリを使ってやっていきたいと思います。で最初のこの枝のところっていうのはですね、少し若干太めを使います。だいたい幹の3分の2ぐらいの太さの針がアルミ線を使うといいっていうふうに言われてます。でそうしたらこういうふうにまず一方にかけたらもう一方の枝にもかけると、そうすると互いに枝の針金が効くようになりますので、なるべくこのピッチっていうのは均等になるようにかけてあげるといいと思います。45度なんですね、はい、ちなみにこの松柏っていうか松とか心拍は枝を下げる、はい、臓器は上げるなんていう作り方をするんですけど、枝下げるから枝の上から回してるってことでよろしいですか？そうですね、ここですね、この上に曲げるところの背中にあの針金が当たらないと効かないんですよ。こういう感じです。濃くなってきました、はい、幹が若干曲がってますので、まっすぐに下ろすんでもいいんですけど、若干こうやって振りっていうかこの曲がりをつけてあげると、うん、まあ、盆栽らしくていいのかなと思います、はい、せっかく元から曲がってんのに枝がまっすぐだと、うん、ちょっとアンバランスになっちゃうので、でこのラジオペンチの根元で切ってあげるといいかと思います、はい、これを全体やっていきますんで、はい、これぐらい細いんだったら1ミリでも効くかもしれない、うん、太さに合わせて針金の太さを合わせてあげるといいと思います、はい、枝に対してちょっと太すぎると幹を傷つけちゃうこともあるので、その幹に応じた針金の太さを選んであげるといいと思います、はい、でこの時はですね、締め付けすぎないように、ただ間は開けない方が綺麗に見えます、はい、難しいと思います、はい、けどもとりあえずやってみてください、はい、これをやってあげるとやってあげないでは将来の木姿っていうのはだいぶ変わってきます。先ほどのこの木なんかはもっと若いうちから極端な曲がりをすごくつけてた木だと思います、はい、だからこんな不規則に動いて曲がってますけど、うん、これをこれにすると多分結構難しいと思うんですよ、うん、もうね、はい、なんでいかに若いうちに曲がりをつけるかっていうのが盆栽では重要なので、はい、こういう段階から、しっかり枝を下げておくとかしてあげるといい木になると思います。曲げる時のコツとかあるんですか？基本的には曲げるところの枝の元を持ってあげないと下げちゃう可能性あるんで、うん、はい、元は絶対持つようにしてください。こういうふうに、あとなんとなくバランスをよく見せることですかね、うん、枝のないところに持っていったりとか、はい、こんな感じかな、うん、枝の下から出てるような葉っぱっていうのを取ってあげると、こういう枝の棚っていうんですけど、うん、棚が綺麗に見えます。下向きの葉っぱですね、はい、はい、こんな感じで、はい、ちょっと針金かけただけで盆栽らしい姿に、うん、なりましたかね。なりました、はい、こういう工夫してあげるだけでより愛着も湧くと思いますし、はい、泳ぎ？いいですか？泳ぎですね。泳ぎとかだと結構上から見るとこうまんべんなく配置されてるんですよね、うん、で頭はちっちゃくしてあげるとより木が大きく見えます、うん、はい、なんかだからちょっと葉っぱ減って寂しいと思う人もいるかもしれない。でもそのためのハスカシでもあって、うん、こうやって透かしてあげると中に光が当たるようになるので、はい、大事なとこからバーって出てくるんですよ、はい、それを促した作業ですね、ハスカシっていうのは、うん、ここからここのボリュームがこうついてくるわけですね。ついてくる。そうするとよ森じゃない、より森より盆栽らしい姿になってきます。はい、はい、じゃあ次黒松やります。お願いします。この木よく見てみるとですね、上からずっと伸びてますけど、枝がここ一点に集中してるんですね。ここで3本ぐらい一緒に出てもらう、はい、セオリーで言うとこれは2本にしなきゃいけないんです、うん、っていうのはここは太っていっちゃうんですよね。そうすると下から上に行くに従って細くなる幹のことをコケ順がいい木っていうふうに言うんですけど、コケ順が悪くなってしまうんですね。ただ今回これ2本にしちゃうと本当の寂しい木になっちゃうと思うんで、はい、これは全部使っていきたいと思います、はい、ただこの上のところの芽ですね、上のところの芽がですね3個とか4つとか結構一緒に出てるんですよ。こういうのは剪定して間引いて二股にしていきたいと思います。
この芽っていうのは芽切りっていうのを行ってます、うん、これはだいたい6月の中旬ぐらいに切ったやつが伸びてきてる芽なんですけど、もともとこんな長かったんです。それを芽切りをっていう作業をしてあげると芽がなくなったと勘違いしてちっちゃい芽をクロマツたちが出してきます、はい、そうすることによって短くて寸法の小さい枝になるということ作業ですね、うん、観葉法なんて、ね、観葉法って言いますね。これは、毎年このぐらいの大きさだったら、まあ、6月後半、まあ、7月頭の方がいいかな、ちょっと遅めの方が短くなると思います、うん、たくさん出てます。たくさん出てますね。この中でどれを残すのかっていうのが重要ですね、はい、なるべく同じぐらいの芽の大きさで横横っていうふうに言うんですけど、私はなるべく横横に残る枝がいくようなのを残すといいというふうに言われているので、私の場合ですと今ここに1個でかいのがある、はい、ここにちっちゃいのが1個ある、ここに中くらいのが2つある、ここにもちっちゃいのがある。まずちっちゃいのを切っちゃいましょう。こうやって元から切っちゃっていいです。ちっちゃいのはもう1個切っちゃう、はい、大きいのも切っちゃう。大きいのも切っちゃう、はい、押すと中くらいのが2つできました。同じ大きさの、これで枝をぐっと下げてあげると横横になりますね、うん、こういう風に全体的にやってあげてください、うん、はい、こんな感じですね、うん、長い葉っぱ、これ一昨年の葉っぱです、はい、ですね、この一昨年の葉っぱはもう全部切ってしまいましょう、はい、取ってしまってください、こういうの、はい、そうするとすっきり見えます。ちなみに芽切り多用法について詳しく知りたい方はもうその動画いくつかありますので、こちらをご覧ください。ご覧ください、ここに、うん、貼っておきます。はい、こんな感じでスッキリさせました。で、もう少しこれがしっかりしてから、うん、だいたい9月ぐらいですかね、固まってから去年の葉っぱを取ってあげるといいかもしれない、うん、はい、じゃあ針金かけます。はい、これは2ミリです。2ミリで多分ね曲がらない気がします、うん、なので2本ぐらいかけないといけないかもしれない。ぐさっと地面に刺してこの上までかけます、はい、でその時にだいたい 1.5 倍ぐらいって言います。幹の針金の長さを、長さね、はい、これぐらいとりあえず切っといて地面に刺します、はい、でちょっとワンポイントとしてこれ今こう右巻きというか、うん、跡がね、跡がありますね。これと反対側にやってあげると食い込まないで済むと思います、うん、同じようにやった時に溝に同じように入っちゃうと食い込む原因になりますので、はい、は逆回り、逆回しにしてあげましょう。これもなるべく、斜め45度っていうふうに言いますけど、まあ、とりあえず綺麗にかかればいいです、はい、で現段階でちょっと曲げてみますけど、この上の方は曲がると思いますけど、はい、下の方はあんまり癖つかないですね、うん、なのでもう一本同じようにかけていきます、はい、でその時はなるべく綺麗に見せたいために、針金のすぐ横を沿わせるように針金かけてあげましょう、はい、なるべくこうやって沿わしてあげると綺麗です、はい、でそれぞれ違う枝にかけてあげました。今それぐらいかけてあげると幹が自由が利くようになりました、うん、でこの木のポイントはこの細幹なので、はい、どっちかっていうとひょろひょろっとした文人って言われる細い幹が上に行く、そういう立ったような木がいいと思うので、はい、そういう風に今日は仕立てたいなと思います、うん、でこの時も少し、幹が同じような動きをしているとあれなので、うん、少しだけちょっときついところを作ってあげたいと、こういうふうに、はい、強いところと弱いというか緩やかなところと強いところを作ってあげると面白い木ができると思います、うん、はい、はい、なんとなくざっとできました、はい、でこの時のポイントはまあ、上から見ると分かるんですけど、うん、ただ横横にこうやって曲げるんじゃなくて奥行きも使うというか、幹の話、幹幹、はい、こう後ろに行って前に行ってとか、うん、横に行って後ろに行って
前に行ってとかという感じでやってあげると奥行き感が出てきて、はい、幹にもっと動きが出てきます、うん、そういうのを意識してやってみるといいかもしれないですね、はい、で今度は細い枝をかけていきます、はい、うん、やっぱ枝下げるとなんか盆栽らしくね、なりますね、なります。できました。使った針金は全部100円ショップのやつですし、ハサミも100円ショップのやつ、今回の作業は全部100円ショップのやつでできましたので、はい、トータルすると500円、550円でこうやって格好のついた盆栽が作れるようになりますので、ぜひ受け取った方、これから始めたい方はぜひこういう作業をやってみると面白いんじゃないかなと思います。一工夫で価値を上げることができますので、うん、あとは思い出とか、後々これが記念になってどん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 写真とともに推移していくと面白いのかなと思います ね。最初の姿と、うん、何年後みたいな感じで、楽しんでいただければと思います、はい、まあ先ほどの姿のままこういうのやらなくても盆栽としては十分いいんですけど、こうやってやってあげることが一番の愛情表現かなと僕は思うんで、木に対しての、はい、うん、格好よくしてあげてるっていうか、そうですね、はい、ちょっとこれの成長系見に行きましょうよ、はい、この枝棚とかがどうなるかみたいな、そうですね、のが知りたいと思うんで、はい、これか、これが同じ黒松の文人って言われるちょっとひょろひょろとしたやつですよね、はい、さっきの木と比べてだいぶチビと比べて皮の荒れ方が全然違いますよね。これがこの古さを出しているっていうことですね。これが黒松の特徴というか良さになってます、はい、はい、樹齢でいうとどのくらいですか。これは60年ぐらい。そう、60年、はい、じゃあおじいちゃんぐらい、おじいちゃんぐらいになったらこうなると、そうなります。これだけ皮が荒れてると、そうですね、立派、立派です。この黒松のちょっと大きいやつです。ちょっとではないけどね、多分一番うちで古いやつですかね、はい、年輪の層を見てもらう、年輪じゃないですね、皮の荒れ方を見てもらえると、うん、さっきの黒松全然違うと思いますけど、どうでしょう、さらに何倍も、はい、ミルフィーユですね。ミルフィーユ、はい、美味しそうですね。枝の先まで荒れてますから、うん、ここ単純にここを取ってもこれよりも全然荒れてますよね。本当だ、はい、これでだいたい450年ぐらいって450年言われてます、はい、なのでこれを450年育ててください、うん、でも本当にそれで価値だいぶすごいことになりますよね。なる、450年受け継がれれば、はい、だからこれを見た10年後に見た、うん、ちびっこ、これをね、はい、もらった人ね、埼玉市で、これはお父さんお母さんがもらってくれた大切な黒松です。これを自分の息子孫に、繋いでいってください、はい、というのが おじさんの願いです。はい、はい、こうがいい、うん、またすごいですよ、はい、これ心拍です、はい、これが、まあ、先ほど書いている俗に言う花っていうものですね。これがこんもりこんもりしてくると、より、まあ、重厚感が出てきたりとか、うん、力強さが感じられます、はい、これミニサイズですね、うん、こういう感じで枝の基礎となるところを作ってあげると、この元からまだ葉っぱが出てきてこんもりこんもりしてきますので、うん、なるほど、こういうふうにイメージしてやってみるといいかもしれません、はい、さっき言ったシャリっていうのはこういうところですね、うん、ここはもう白骨化して枯れてます。ここは水吸いって言って生きてるところです、うん、ここだけでもう水を吸ってる状況ですね、うん、はい、こういう細工をこの木でもやってあげて厳しさを出してあげると面白いかなと思います。これは何年ぐらいでこうなりますか。まあでも100年以上ですよね。、はい、長生きしない、長生きしていただいてこれにしていただければと思います、はい、ちなみにこのサイズで押さえておくこともできるんですか。もちろんですね。ちょっと見てみようか、はい、これなんかはこれなんか一人のおじいちゃんが40年以上自分で育てたみたいです、うん、この皮の荒れ方とかこの、ね、年輪の感じとかシャリス、シャリスと書かれてる、うん、
でもこのきめ細かさとか見ると全然太らせずに作ってきたんだなっていう、詰めて詰めてちっちゃい鉢のまま締めて作って今この大きさなんだなっていうのが分かりますよね。こういう風にも育てられると。はい、盆栽ってなんて奥が深いでしょう。はい、なので同じ50年でも大きく育てることもできるし、ちっちゃく作ることもできますので、うん、それはやる方の好みで変えられますので、自分はこうしたいというふうなイメージを持ちながら育てていただけるといいかなと思います、うん、この動画がよろしいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんもこれを機会に盆栽を楽しんでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは。全部使うから。こんにちは。こんにちは。あともう一つ、葉っぱですけども、この元についてるような長いやつ、まあ、この木でいうと長い葉っぱは去年の葉っぱなんですよ、はい、これ違う、ごめんなさい、一昨年の葉っぱですね、はい、ごめんなさい、これ今年の去年の葉っぱですね。何言ってんだよこいつ。これ去年の葉っぱです。去年の葉っぱを全部取っちゃいます。長いのは去年の取っちゃっていいんですか。はい、取っちゃいます。これはもう芽が大きくなってきてるから。そうですね、うん、ごめんなさい、一昨年の葉っぱですね。もう一回最初からやってください。そうですね。